ああ、なんだかリンス系のいい匂いがするような。ユージ。ああ、て、な、何してるんだ、ミナミ。ちょっとうるさいっての。そんな驚くことじゃないでしょ。七クマ、今日みんなでカラオケ行かない？ユージ君が来てくれたら嬉しいな。ごめんね、今日はちょっと。俺は奥寺ユージ、高校1年生だ。顔、平均以上、成績は学年トップ10、帰宅部だがスポーツはそつなくこなす。そんな俺はそこそこのスペックを持っていると言っていいだろう。そのせいか、自分で言うのもなんだが、ある程度モテる。しかし、人にチヤホヤされるなんて俺にとってはどうでもいい。なんてったって好きな人がいるからな。ユージ、しょうがないから一緒帰ってあげる。なんで上から目線なんだよ。背中が寂しそうだったんだもん。ぼっちかわいそう。いや、俺は人気者だからな。帰るまで人だかりができて大変なんだよ。放課後ぐらいは一人で過ごしたっていいだろ。何それ、ユージのくせに生意気。彼女は坂井みなみ、俺の幼馴染だ。いいの、女の子たちの誘い断っても。見てたのか。別に、たまたま通りかかっただけだし。ほんと、高校生の好みってよくわかんないよね。あんたのどこがいいんだか。ほっとけ。てかお前も高校生だろ。もしかしてあの中に好きな人いたりするの？いねえよ。じゃあ他ってこと？この高校に好きな人いるの？いや別に、横にいるなんて言えねえよな。そう、俺の好きな人ってのは今隣にいる南のことだ。南とは小学生の頃から一緒だった。ガキの頃は男友達のような感覚で接していたが、中学からやたらと意識するようになったっけな。幼馴染同士の恋愛はそう簡単なものではない。告白に成功しても失敗しても、これまでの関係性を変えることになる。その覚悟が俺にはまだなかった。行ってきます。うわー、起きて早々にユージの顔か。いつものことだろう。ミナミと俺の家は隣同士だ。特に約束するわけでもなく、こうして会ったらいつも一緒に投稿している。そういえば今日の七クマ占い、私1位だったよ。ミナミは昔からそういうの信じるよな。あんなの根拠もない適当な作り話だ。ほんとユージのそういうとこつまんない。ロマンがないっていうか。ラッキーアイテムはラブレターだって。はぁ、今日私イケメンにラブレターもらっちゃうかも。夢は寝てる時だけにしとけ。もし私が本当に学校一のイケメンにラブレターもらったらどうする？どうするも何も、そいつを煮て焼いて南から遠ざけるって。そんなこと言えるわけねえよな。え？ああ、いや何でもない。起きるわけねえんだから、考えるだけ無駄だ。もうユージのくせに生意気。もしそんなことが現実に起きてしまったら俺はどうするのだろうか。指をくわえて見てるのか、それとも危機感を感じて南に自分の思いを伝えるのか。あ、これってマジか。どうしたの？ああ、いや何でも。南のラッキーアイテムじゃねえかよ。なんか後ろ隠してる？見せてよ。ダメだっての。クラスのやつがからかってよ。俺の赤点の答案を入れてきたみたい。ユージ成績いいじゃん。赤点なんて聞いたことないけど。それはやっべー、そうだった。俺って結構頭も良かったんだ。怪しい。何隠してるの？これを南に見られるわけにはいかない。いや何でもないって。いいから見せて。やばい。おーい、ユージ。ああ、おはよう。ナイスタイミング。そんじゃな、ミナミ。ちょっと、お前俺の下駄箱にいたずらすんなよ。何の話だ？やっぱり怪しい。私、坂井ミナミは朝からモヤモヤしている。絶対何か隠してるよな、ユージ。昔は隠し事もなく話してくれたのに。私はユージに何でも話してきた。親に怒られたことも、学校の点数も、好きなアイドルも。多分隠し事なんかしたことがない。一つのことを除いて。ねえねえ、聞いた？田辺さん、
3組の奥寺くんにラブレター送ったらしいよ。どうなるんだろう。付き合っちゃうのかな。田辺さん可愛いからワンチャンあるんじゃない。ラブレターがユージに。ふざけるな。何がラッキーアイテムだ。ユージの言っていたように占いなんて適当だ。二人付き合うのかな。これの送り主は2組の田辺さんか。直接話して断るか、手紙を返して断るか、どうすっかな。ふーん、そういうこと。み、南？朝、キョドってたのはそういうことだったのね。いや、これは。どれどれ。おい、好きですか。田辺さん可愛いよね。大人気だもんね。何が言いたいんだよ。別に。そんじゃあ私は帰る。待て、俺も行く。いい、今日は私一人で帰りたいから。ユージは田辺さんと帰ったら。ちょ、はあ、あいつには知られたくなかったな。その日の夜、なんだかリンス系のいい匂いがするような。ユージ。おう。って、な、何してるんだ南。ちょっとうるさいって。そんな驚くことじゃないでしょ。驚くだろう。そもそも不法侵入だ。何言ってんの。小さい頃はよく窓から出入りしてたでしょ。ガキの頃と比べられてもな。てか何しに来たんだ。ねえ、私じゃダメ。この時の南はいつもとどこか違かった。軽口を叩くようなノリじゃなく、どこか大人っぽかった。私がいればいいよね。ちょ、近いって。どうしたんだよ南。ユージ。ユージ、何時だと思ってるの。静かにしなさい。やべ、おばさん起こしちゃった。悪いことしちゃったな。それじゃあまた明日学校でね。ちょ、みなみ、何だったんだ。全然眠れなかった。もしかして夢にしてもな。おはよう、ユージ。おはよう。どうしたの。なんかクマすごくない。いや、それは。なあ南、昨日の夜俺の部屋に来たか。うん、もう少しでキスできたのにね。夢じゃなかったんだな。続き今日する。何言ってるんだ。朝っぱらから熱でもあるのか。そうかも。何年分の思いの熱だろう。もうこれ冷めることないからね。はあ、昨日からどうしたんだ南。その後も南の行動はどこかおかしかった。いつものようなトゲはなく、俺の横でぴったりとくっついたまま微笑んできた。もしかしたら南の様子がおかしくなったのは俺宛てのラブレターを知られてしまってからだ。もしかして南も俺と同じなのだろうか。だとしたら昨日あいつが言っていたことに説明がつく。南の好きなやつって佐々木って。酒井のこと好きらしいよ。ああ、一組の酒井か。確かに可愛いよな。佐々木のやつ、最近仲いいって自慢げに言ってくるんだよ。酒井？南のことか。佐々木って、あのイケメン野郎だよな。どうしよう。もし仮に、南が俺と同じ気持ちだとするならば、ラブレターの一件で、この焦燥感を体験したのだろうか。確信はない。でも、俺は無意識のうちに走り出していた。南！ユージ？帰ろう、一緒に。うん。俺、南がいればいいや。というか、隣にいるのは南じゃないと嫌だ。ユージ、嬉しいこと言ってくれるね。ようやく私のことを意識してくれたの？って、ようやく巣に戻ったか。もういいぞ、焦らなくて。焦るって。まあ俺も同じか。こうして思い伝えてるわけだしな。田辺さんは？断ってきたよ。俺、ずっと好きな人がいるからって。それって。俺、南のことが好きなんだ。ずっとこの気持ちを伝えたかった。でも勇気が出なくてさ。中学卒業したらとか、2年になったらとか、いつもきっかけばかり探してずっと先延ばしにしてたんだ。そっか。でもそれは私もそう。ずっと素直になれなかった。この関係が壊れるの怖くて、ユージを好きって気持ち押し殺してた。
でも高校入ってずっと焦ってたんだ。ユージ結構モテるし。それはミナミも一緒だろ。え？自覚ないのか。でも驚いた。田辺さん可愛いし、ユージ断らないと思ってたよ。もうどうにでもなれって気持ちで昨日も。あ、どうした？私ったらなんで大胆なことを。いろいろとおかしくなってた。今更かよ。うん、恥ずかしい。でも後悔はしてない。一歩踏み出すことができたから感謝しなさいよ。こうなったのは私のアクションがあったからなんだから。そうだな、ミナミ平常運転だな。そう考えると案外あの占い合ってたのかも。じゃあモテモテの俺にも感謝するんだな。何それ、ユージのくせに生意気。幼馴染から恋人ってことで関係性は変わっちまうけど、これからもよろしくな。うん、こちらこそ。泣かせたら許さないからね。分かってるよ。それにしても、あー、なんかどっと疲れた。ちょっと、なんで恋人になってそうそうそんなテンションなのよ。ミナミが俺のこと好きって前提で話進めてたからよ。万が一俺の勘違いだったって考えたら地獄だから。バカだな。バカってなんだよ、笑い事じゃないっての。やっぱり私たちは私たちだね。多分幼馴染でも恋人でも関わり方は変わらない。お前こそ恋人になって早々味気のないこと言うなよ。でもユージ、ん？うん、ちょ、こういうことは恋人じゃないとできないよね。そうだな。その日も俺は全く寝ることができなかった。行ってきます。うわー、起きて早々ユージの顔かとか言って頬が緩んでるぞ。うるさいな、ユージのくせに生意気。俺たちの日常は何一つ変わりはない。でもこれだけは言える、今までよりも俺とミナミをつなぐ赤い糸は固く結ばれた。最後までご視聴いただきありがとうございます。胸キュン漫画7クマでは思わずキュンとするような恋愛漫画を毎日公開中。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。